こんにちは福井教育支援サークルの吉田ですえ今日は5年生の国語、大蔵おじいさんとがんバージョン2ということでお話をします。え実は大蔵おじいさんとがん、でに動画に上げてあるんですけれども、新しい学びがありました。今日はその新しい学びをもとに考えた展開案を紹介しようと思います。えー、さて、前回の動画では、残雪は登場人物ではないというふうに私は言いました。 それは今も変わってませんが、その理由については、まあ、私の解釈だという形で曖昧にしてたんですけども、えっ、ー、とね、大蔵じいさんにおける語りと視点、信州大学教育学部の藤森裕二先生の論文をつい最近読みました、これ、ネット上に今もありますから、一度ご覧ください。 視、まあ、点論というのはね、若い頃少しかじった程度なんですけども、物語を展開していく上でえで、ー、作者が話の中に置いた語り,で語り手のことですね、視点というのは、えー。その語り手が物語をこう語っていくわけです。例えば、我がはは猫であるならば、猫の中に話者が入り込んで、猫から見える様子をこう語っていく物語。 一方ね、えー、登場人物すべてから、ね、離れて遠くね、まあ、高い空からみんなの動きをこう語っていくような場合の物語なんかもありますよね。えー、この場合のね、大蔵おじいさんの視点はどこかということで、藤森先生はもう大蔵おじいさんの視点であくまでも語られていると。えー、これは大蔵おじいさんの狩りの物語で、獲物である残雪に人間的な視点を入れるのはおかしいと。 例えば以前も指摘しましたがね、えー、残雪の目には人間もはやぶさもありませんでした。ただ救わねばならぬ仲間の姿があるだけでした。これ、まるで残雪の中に入り込んで、残雪の思いを語っているように見えるんですけども、まあ、藤森先生はいや、そうじゃないと、ずっと残雪の行動を注視していたじいさんが語っていると考えた方がいいというふうにおっしゃっているわけですよね。えー、私はやっぱり、ね これに賛成ですね。実はね、その時にね、私、国語の授業名人というので有名な野口先生の講演会で聞いた話を、すっと思い出しました。えーね、この大蔵じいさんとがんの主題はふにょいであると、もうこれはもうおじいさんの勝手な思い込みの話であると、野生動物である残雪には伝わっていないというふうにおっしゃっていたの、今でもこう残ってます、記憶に。それとも整合するかなと。 まあそう考えると、もうこの時代にはね、癌にとっての最大の天敵は人間です。はやぶさではありませんよね。そうすると、まあ、野生動物の本能対人間の物語と、でそして戦った斬雪の知恵を英雄し、 残雪を捕まえることに執念を燃やしたという話と、まあ、そういうじいさんの自慢話という風な位置づけがいいかなと思いますね。まあ、こう戦いの物語だということで、戦争と関連づけるということも過去にあったみたいなんですけども、この、ね、作品がいまだに残っているということは、やっぱりそのに、ね、野生動物である動物、本当にちっちゃな、ね、鳥、まあ、がんは大きいんですけども結構ね、その鳥が、 老化、まあ、ー土であるじいさんを知恵でへこました物語というこういうところにね、えー、子どもたちの人気が集まっていて今なおこう教材として残ってるんではないかなとまあこれは私の勝手な解釈なんですけどもそういうふうに思いましたでこういった解釈をもとにね、えー、と前回の「大蔵じいさんとがんで紹介した話」 と言いますか発問類を少し編集し直してみました。えー、今からねそれをちょっと紹介しようと思います。えー、それでは授業です。えー、どこの話ですかとこれは栗の岳だけのふもとの沼地ですね、えー。続いて何年に渡る話ですかとこ ?4 年間、えー。そして登場人物は誰かとここは大蔵いさんだけ。ここは確定した方がいいですね。えー、そしてね、 えー、ここからちょっと違うんですけども、前回の動画とちょっと違うんですけども、この話は4つに分けてあります。それぞれの場面を短くまとめます。文末は大蔵じいさんとしなさいと。まあ、大蔵じいさんの狩りの物語ですからね、えー、どのようなあ、ね、狩りをしてどうなったのか分かりやすくまとめなさいというような指示がいいかと思いますね。えー、まあ、1番目なら、釣り髪のわらんを見破られて、残雪に対して簡単な声を漏らした大蔵じいさん。 2番目だったら小屋の中で待ち伏せしていたことを見破られて、うん、うんとなった大蔵おじいさん3つ目でしたらおとりのがんを守る残雪の姿に強く心を打たれた大蔵おじいさん4つ目残雪をおりから離してはればれとした顔つきで見守る大蔵おじいさんとこういうようなの形でねまとめられればいいかなというふうに思っています。 えそして、えー、大蔵じいさんの残説に対する考え方が、まあ、変わったのはどうですかとここはもう前回の動画の発問と全く一緒ですね。まあ,あ、第二の恐ろしい敵が近づいたのを感じると、残りの力を振り絞ってぐっと長い首を持ち上げましたと、ここですね。えー、鳥とはいえ、いかにも棟梁らしい堂々たる態度のようでありましたと、ここでじいさんが感じているわけです。もう一つ。 大蔵おじいさんの残雪に対する考え方はどのように変わりましたか忌々いしいやつが選ぶつと変わりただの鳥がね癌の英雄というふうな解釈にじいさんの中で変わっているわけですよね、えー、そして最後ですねこんな発問を考えていました大蔵おじいさんは4年にわたる残雪との戦いに勝利したと考えていますかとこれはね、えー、まあおとり作戦 まあ、3の場面ですね、ここを子どもたちがどう解釈するかということで変わってくるかなと、引き分けという子もいると思いますしね、えー、堂々たる態度を見せられたところで、じいさんの負けというふうに考える子もいるんじゃないかと、まあ、ここらたりは文章中の、ねえーね、読み取りを子どもたちがどう解釈するのかということで変わってくると思いますね、こんな話し合いをさせると、面白いんじゃないかなというふうに思いました。 えね、前回の動画も含め先生方の教材研究の参考にしていただければ幸いです。